はい、どうも池です。今日は、ヨシキ、スギゾウ、ハイド、ミヤビが、同日に重大発表するというニュースが流れていたので、それを見たんですけど、どうでしょうか皆さん。一応11月の11日の正午に発表されるみたいなんですけど、まあまず多分このメンツ的に言って、昔やっていたスキンで、ガクトが、まあ、一時期動けなかった、まあ、今復活はしてるけど、でその兼ね合いで代わりにハイドが、まあ、進行が最近ヨシキと結構深いんで、ハイドが入って、まあ、スキンのようなユニットを活動するのかなとは思うんですが、どうでしょうか皆さん。正直な話、僕不安しかないですね。不安というかやめてほしいですね。ちゃんと理由はあります。もちろんもしこのスキン的なユニットをちゃんと活動してくれるんであれば、ライブやったりとかちゃんと音源出してくれたりしてくれるんであれば嬉しいことなんですけど、多分やんないじゃんヨシキ。何にしてもそうなんですけど、もう今 X もずっと、もう17、8年ぐらい、じゃあもうそんなにいけないか、15年ぐらいか、アルバム出すって言ってずーっと出してないし、で目覚ましテレビかなんかでなんか XJAPAN のガールズバンドみたいなのをやるみたいなことをなんかやってて、それやってないし、であとなんか他にもいろいろユニットやるみたいな、なんかプロデュースするみたいなこと言ってて、多分一個もまともに動いてないじゃん、形になってないじゃん。でリアルゴールドはなんかちゃんとリアルゴールドの商品が出たけど、それしかやってなくて、それだけじゃ多分なかったんだよね本来は。きっともうそれ出して終わりになってるし、ほぼ形になってないじゃん。で今回もし活動するとなったとしても、まあハイドにしてもスギゾウにしても、まあスギゾウはもちろんルナシーの活動あるし、ソーデンの活動もあるし、でハイドはラルクはそんなには動いてないと思うけど、まあソロでちょいちょい活動はしてると思うし、ミヤビはごめんなさいちょっと正直僕は何やってるか分かんないですけど、結構みんな決して暇ではないと思うんですよ、もちろん。それなのに活動するかどうかも分からないヨシキのわがままに付き合わされて、で結局何も動かないってなったら無駄じゃん。だからスギゾウとかハイドとかミヤビとかを無駄に使うのをやめてほしいなっていうのが正直な感想ですね。どうなんでしょうね。多分ヨシキのことを詳しい人だったら、まあガチガチに好きな人だったら嬉しいことだと思うんですけど、まあヨシキのことをある程度知ってる人だったら、まあ多分まともに活動しねえだろうなっていうのをみんな思ってると思うんですけど、どうですかね皆さん。多分僕は活動は多分ちゃんとしないんじゃないかなとしか思えないんですよね。まあヨシキの活動の中でも、まあまだ比較的活動、まあ形になった活動で言うんであれば、スキンとか、あとバイオレット UK は、比較的形になった方ではあるとは思うんですけど、結局スキンもなんかちょこっとなんかフェスかなんか出ただけじゃないですか。多分しっかりとした音源も多分出してないし、もちろんアルバムなんか出してないし、ワンマンライブも多分やってないと思うんですよね。まあ、多分拠点がアメリカだったと思うんで知らないだけかもしれないですけど、まあ少なくとも何も日本ではやってないはずなんですよね。でバイオレット UK もなんか X のライブにちょこっと出たりとか、なんか曲を作ったりとかはしてたっぽいけど、結局まともに活動してないじゃん。一応形はちょこっとできたけどね。だから本当にもう不安でしかないんですよね。スギゾウの無駄遣いやめてください本当に。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。